はい、じゃあ止まってるところを見るっていうのが、分かりましたけど、今度はあえて動いてるところを見る。はい、構えてください、はい、で動いてるところはどこかというと、今度はどう動くかはどこを見ると思います。クラブとか思うでしょ。今度は、さっきここを見ましたけど、今度は膝からこの足、これだけを見ます。で動いてるタイミングを見てる。この動くタイミングに対してクラブがバーンと来るタイミング、これがありますから、この足がワッてフットワークするタイミングとクラブが入ってくるタイミング、これをこの拍子というかリズムを見てください。これはですね、絶対にボールを打つためにはこの時間を守らないと当たらないんです。この時間がずれたり全く違う使い方をするとクラブでボールを捉えるっていう、タイミングでクラブはコントロールできませんので、絶対ボールは当たらない。言い換えればこのリズムさえ守れば何にも考えなくてもボールが当たるということです。今ね、ちょっとスローでも説明したいんですが、構えて今ちょうどよかった。今テイクバックしました。はい、ぐーっと行きました。でこういった時に、そうそうそう、今ちょっとつられたんです、上にね。で上につられると足はどう動くかって言ったら、こう踏みます。そうするとダフるわけです。足を見てもらいたいのは状態が、はい、こう見てトップを、はい、トップ、そう、来ました。したら今ここでグッと踏んで、今こう上がってます。で上がってるけれども、今度この状態から打っていこうとすると右足は、はい、蹴ってこう立ってくる。これダメだよ。でこう見えますから、ところがポン、グワッと上がって、そのままプレイヤーは打とうとするんじゃなくて、だったらさらに一回グッと上げるから、そうするとグンと上げると戻ってきますから、そのタイミングで、そのタイミングでじっとしてると足がグッと踏ん張って、自分が蹴るんじゃなくて力が上がってきます。自然に力がブーンと上がってくる力を利用してクラブが降りてきます。そうするとここへ来る。これを絶対に自分で能動的にやると、全部力が自分がイメージしている力に対して反対に行きます。これが地面反力ですから、地面反力を使うということは反対をしないといけないということですから、その右膝から下とクラブが来るタイミングを見てください。ちょっとさ、まあ検証はできへんけど、もうあの目つぶってみて。はい、で足のタイミングだけで、はい、
おお当たります。だからいいんですよ、別にクラブに、クラブをボールに持っていかなくても。これがタイミングのストライクゾーンで、必ず右足の反力のタイミングとクラブが来るタイミングさえあれば、そのタイミングの時間、このリズムが合えばボール勝手に当たります。当たるの？全然当たる。まっすぐも行くし、ね、怖っ。はい、ということで今回の百切り講座は、これ難しく感じたかもしれませんけど、こういうことを見るということで、今までの下から上とかそういうものの意味が少し、分かると思います。でやる、チェックすることは簡単ですので、ぜひ皆さんもやってみてください。